広江椿左門は、越後国三島郡岡村古神殿の村役人。信濃川に架けられた、最初の橋である調整橋の架橋に尽力した。初代の調整橋を描いた、調整橋の図、水島尿が。かつての信濃川は、激流のため橋梁がなく、渡し船があったもののそれも、激しい流れで転覆することがあり、渡航は、困難を極めていた。 それを見かねた椿財門はもともと土木技術にある程度知識を持っていたことから加境を決意し、1873年に上京し、東京や横浜にて橋作りを学んだ。1874年12月には、協梁仮設願いを県に提出、翌1875年8月には県からの許可が下り、当領には、 西神原軍は農村の川崎人造が選ばれ、工事に着工した。工事は1876年4月に始まったものの、激流に困難を極め、椿材門も資材のすべてを投げ打ったが、病気で資金調達もままならなくなった。しかし池津村の堀屋十郎が資金を引き受け、同年10月に無事完成した。1883年。 椿財門が亡くなった以降は、家境に全財産を投げ打っていたこともあり、一族は長岡を離れていった。1895年13回期の際には、椿財門の孫である、一次郎の手によって信濃川家境創業畑公費が、混流された。同費の文は田中春海が作り、文字は山田公次郎が書いた。ABC2009 年8月1日付、 新潟日報16年、日は語る。ありがとうございます。